やむをえずモルボシけて一晩明かすことになった一同ですねまあその時点ではみんな緊急避難的っていうかなこの一一晩だけっていうふうに思って止めさせてもらってるわけですよね。浅野の両親とかも浅野もみんなこの時点では一晩だけだと思ってまあ、止まってる止めてるっていうことですよね。でそういう夜が始まった。で、えー 今度は場面が夜の街の場面になるんですけどもうずっとザー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 もう結構な雨が降ってるんですね。で街並みが映ってるんです。夜の雨の街並みが映ってるんですがその街並みに明かりが全然ないんですよ。街灯はついてる。街灯はついてるけど家に家々に明かりが一つもついてないの。で結構な家並みですよ。だから いくらさ夜遅いって言ってもさそんなに明かりについてねえのかなっていうね、まあ、夜深夜本当に2時3時だったらそういうことももしかしたらあんのかなまあでもあんまり現実的じゃないっつうか本当に家に明かりが一つもついてない街灯だけついてる街灯はみ,みんなついててだから、ま、街の中が暗いわけじゃないんだけど家には人気がない感じなんだよね。 で、公園が映ってる。電話が、電話の音がしてね、電話の着信音がして、で、公園が映ってさ、で、遠明、遠くに、黄色電話ボックスが映ってんの。だから、おそらくその公衆電話が鳴ってんだよね。公衆電話って、着信できないでしょ、あれ。ね、黄色電話って、多分着信機能ないはずなんだよね。それで、手前には、地面に赤い玉が転がってんのよ。 ここれれ何何ななななのかなって謎なんんすすよねこれ何なんす私いくら考えても分かんないこれもし気が付いた人がこれ何なのかっていうのを気が付いた人がいたら是非コメント欄で教えてほしいんですけどこの赤玉は現時点では謎です何かしら意味はあると思うんだよね意味っつうか何かだとは思うのよおそらくこの映画に関係している何かだとは思うのねどっかで何かで出てきてるとは思うんだけどちょっと私今んところ思いつかない。 まあ、とにかくその赤玉が手前に映ってて奥では黄色電話が鳴ってる感じ、ね、公衆電話本来鳴らないはずの公衆電話が鳴ってると思ったら次は「貫鉄」って書いてあるのよね逆,逆文字でだからまあ窓ガラスの内側から建物の中,中から見てるからね外から見たら「貫鉄」ってあの「KANTETSU 貫鉄」ってなってるんだよねだから外から見たら「貫鉄」って書いてあると思う 要するに近鉄デパートのうー、まあ、パロディーというかそういうものだと思うんだよね考えるにおそらく近鉄デパートみたいな感じなんでしょう「貫鉄」ってなってるデパートっぽい建物の内部からの、えー、場面なんですねでやっぱり着信音がずっと鳴ってるでその貫鉄デパートらしき建物の中で黄色電話が3台ほどあるんですが で、着信音がずっと鳴りっぱなしで。ここでもその黄色電話が3台鳴ってる、ね。で、その貫徹デパートのガラスのところに、綺麗なイルミネーションのように、照明つうかな、赤、青、黄色、赤、青、黄色のその光の玉つうかね、それが綺麗に流れてるわけよ。なぜか。この赤、青、黄色のイルミネーションが何かもわからない。わからないんだけれども。 ただ赤青黄色だから信号と関係してるのかもしれないねもしかしたらばあのさっきの無邪気が運転してるあのタクシーの背景で信号がどんどん流れていったけどまああれも赤青黄だったりするからね、まあ、そことかぶさってんのかもしれない表現的にねで普通の街並みにある自動販売機の場面になるんだけど その自動販売機の前に置いてある黄色電話も鳴ってる。ジリーンってずっと鳴ってる。ずっと通してその着信音、電話の着信音が鳴り続けてるのね。で、場面は変わるんだけど、ずっと着信音が鳴り続けてる。で、今度駅らしきところの内部に行くんだけども、そこで見える範囲で7台黄色電話があるけど、それも鳴ってて、どん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 着信音が増えていく。トゥルー,ゥルー,ゥルーって感じで、 それが一斉にずっと鳴りっぱなし効果音としてねただその表示されてる黄色電話が増えていくとその着信音も増えるみたいなそういう感じの効果になっててで共通してるのは人気が全くない貫鉄デパートにせよ駅にせよもう完全に人気がないっていう感じで照明も落ちてる建物の中に明かりはないっていう感じ もう本当に人気何なんだろうなってずっと電話が街中の電話が全部鳴ってるわけよ要するにさ。で、えー、今度は諸星家の中に場面が映ってさくらさんが受話器持ってるのね。で受話器とかまあそうわけだかこの場合はそうわけね持ってるわけ。で「ダメじゃ私のところも出ん」って言うわけよ。で さくらさんが電話かけてるのを当たるのをお母さんがあドアちょっと開けてね見てるわけ <laughs>、ねまあ、どういうつもりで見てたんだか分かんないけどもね電話早く切ってほしいなみたいな感じで見てるのかもしれないねお母さんだからね、まあ、あんまり長電話してほしくないなみたいな感じで見てるのかもしれないで「駄目じゃん私のところも電」って言ったから 安心したのかね、繋がんなかったあ電話代取られないっていうんで安心したのかお母さんはドア閉めて中に入っていくんだけどねそういう細かい描写もあったりするわけでそれを聞いて忍さんがね「私やさくらさんのところはともかく200回戦もある面倒さんのところまで誰も出ないなんてなんだか世界中に私たちしかいないみたい」って言うのよ <laughs> でも我々は、ね、観客である我々はさそこまでの描写で 一,っ子一人いない街角、明かりが全くついてない家並み、駅、デパート、そして街中で鳴ってる電話、こういうのを聞いてるから、見てるから、えって思うわけよ。だから、しのぶさんが言った、世界中に私たちしかいないみたいって言葉が本当なんだろうなって分かるわけ。なんとなくね。あ、とということはここは この街並みとかには誰もいないなんだな誰も人がいないんだなっていうところがなんとなくねこの時点ではまだなんとなくだけど伝わってくるわけよ。で200回数回る面倒さのところにかけてるつもりなんだけどもそれはそこにつながってなくてなんか訳のわかんない他のところに回線が勝手につながっちゃってて街中でいろんな公衆電話につながっちゃってるというふうになってるわけ多分ね。 でこれに関して押井さんが何かのアニメ雑誌に当時ね書いてたんだけどその電話かけてねつながらない時にどっか他のところにね訳のわかんないほのところにつながってるんじゃないかって不安になることがあるみたいなさ確かそんなようなコメントこれ記憶だからねもしかしたらあ違う論旨かもしんないけども、まあ、そんなようなコメントは出してたんだよね。 そういうおしりさんが普段から思っているようなことがここで描写されてるっていうね本人は200回線もあるところにかけてるつもりだけどその200回線全部ね街中の公衆電話につながってて全然誰も出ないっていうねいうことになってるっていうそういう描写でもあるわけ。でこの世界中に私たちしかいないみたいっていう感覚って少なくとも私は子供の頃から持ったことがあるのね。 周りがすごく静かかな時なんかね朝のうちね物音が周りにしない時なんかひょっとして今世界中に俺しかいないんじゃないかなって思う時がね子供の頃結構あったの中学生ぐらいの時に、ね、結構あったのなんかもう世界中なんか変な病気が流行ったりさあるいは核戦争かなんか起きててもう周りは絶滅してて俺一人しかいないんじゃないかなみたいな感覚になったことは私はあるのね多分おしいさんもそんな感覚持ったことがあるんだろうね で、ここでそれが描写されてるんだと思うのよ。世界中に私たちしかいない。でも実は、あとでもわかるんだけど、本当にこの時点でもうすでに彼らしか多分いないんだよ。この世界にはね。人間は。そういうことになってるわけ。で、えー、その電話の用事がもうどうしようもないから、桜さんが、アタルたちの部屋に入るわけです。 私はさくらちゃん入入るるぞって言ってて言ね入るわけで当たるたちはもう夜中でも騒いでるわけですよ友達同士で泊まってるからね男同士騒いでるわけ当たると4人組とかはでそんな騒いでる連中のところにさくらさんがガッとドア開けて一別してね当たると4人組はもう騒いでてこうはしゃいでてねそのなんか暴れてると。 端っこの方で面倒が1人ね、静かに物静かにねこう、なんか考えにふけってる何かを考えてるでさくらさんが「どうやらまともに話ができるのはお主だけのようじゃな」って言って面倒を呼ぶんですよ。でドアの外に出て面倒に何かこう耳打ちすんのね。廊下で廊下に出てね廊下に出てで面倒に「実は」って言うわけ。 耳打ちするだから面倒が「温泉マークが?」っていうわけねまあ要するに温泉マークに電話がつながらなかったでさくらさんはそれであの時に受話器総話器を置いた後に目を見開いてさてはって事態を把握したでそれを面倒に伝えてるおそらく温泉マークは何者かによって消されたのだということを伝えてるでここで忍さんが その2人の会話をそっと見ながらね女子部屋に入ろうとしながらドアを開けながらでも目線は面倒とさくらさんの方にありながら女子部屋の方に入りかける温泉マークがあって面倒がびっくりしたのを見届けて女子部屋に入っていくわけしのぶさんだからこの時点でねしのぶさんはその2人の話には全然興味持ってないの。ただ単に面倒と桜さんがね なんか2人でこそこそ話してるからなんだろうっていうふうにちょっと気になってるそれは女性の目線として女子の目線として気になってるんだよね話の内容どうでもいいこう今の時点のぶさんにとって面倒さんとくらさんかんでっていうねで面倒が「温泉マークが?」っていうふうに言ったんであ別にあれだあの2人そういう変な話をするわけじゃなくて。 なななんんんかあんまり関係ない話だだって安心したんだろうねそれで忍さんは女子部屋に入っていくっていう感じになってるそういう描写ですね。各旅館があなんだ戦国大名が持つのぼりみたいな旗みたいなあるじゃないですかちょっと縦長のやつねああいうのを持ってた気がします福原屋って書いてあったりそれから大西館って書いてあったりそれから山水館なら山水館って書いてあるねそのの縦長のね。 上りみたいなやつだったと思います。私の記憶だと。まあ、そういうのを持ってね。佳代さんが女性っていうかお神のね。佳代さんがみ自ら客引きに行くわけですね。